やっぱりこの公園に間違いないわ。さあ、マオメ。焦りは禁物じゃ。敵は何を仕掛けてくるか。あれ？はぁ！サクラメツの魔法で地球もろとも終わりぐろ。やめるんだ。だったらお前のアンロックコードでわしを究極化するぐろ。それは禁断の。マオトの気持ち聞いてもいいかな。俺はサクラのこと、サクラのこと。私と一緒に行ってくれないの？サクラ、何かサクラ。サクラ、勇者サクラ。大丈夫じゃったか。一瞬で消えたから焦ったわい。悪空間に飛ばされるトラップね。くだらない。あれを見ろ。魔王じゃないの？お前たちか。魔王様をいじめる者たちは、我は魔王グレグロスの一番弟子。雑魚キャラに時間取られとる場合じゃないのに。見なかったことにする。サクッと倒しちゃえば、サクラだけに。うん、そうだね。はい、話を聞かない悪い子ちゃんはこれでも食らえ。私の前髪が。前髪？しょうもない。僕も私の前髪を許さないんだから。わっわっわっ、次は全身焦がしてやんよ。バカ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 。よくも私の命の前髪をジェスト。なかなかやるな。魔王様の一番弟子を舐めるなよ。これでも食らえ。サンダーボルト。痛い。痛かった。大丈夫。ごめん、ごめんね。敵なのにジェントルメン。もうバカバカ、痛いじゃない。自分で転んだだけじゃろがい。かわいい。はい？って、お前さくら？マオト？あ、口臭いからマオトに間違いない。口臭いとかマジか。超ショックなんだけど。痛い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 。あ、やっぱりマオトだ。私が誘っても全然一緒に来てくれなかったのに。うん、いや。それにさっき魔王の弟子とか言ってなかった？いや、強くなるって誘われて、強くなったらさくらと一緒に冒険行けるかなって。バカじゃないの。魔王は私のパパをさらったのよ。本当かよ。それにマオトが魔王の弟子なら私たち敵同士だね。またさくらが敵なら降参するよ。だって絶対勝てねえもん。ランク違いすぎるし。じゃあいいわよ。私の仲間になってくれる？私と一緒に魔王を倒しに行ってくれる？魔王と戦うのか。今即死フラグ立ったぞ。どれどれ。ほほう。手相？どう？魔王との寿命は。そうですな。お耳を拝借。え、やば。
やっぱ即死なの？マオト、絶対足引っ張らないでよ。さくらこそ、俺を見殺しにすんなよ。まあまあまあ。でも、なんか少し気が楽になった。だな。あ、そうだマオト。亜空間ワープの魔法で直接魔王のところまで行ける？ああ、もちろん。ちょっと待った。その前にやっておきたいことがある。え？メンソーレ、ここが私の秘密基地じゃ。で、魔王と対決する前にやらなきゃいけないことって何？良いか勇者さくら、魔王が究極化してしまったらレベルマックスのお主でさえ倒すのは難しい。そうなの？それは私も気になってたので、何か策があるのよね、関心。